今日はハロウィンのキズメイクを紹介していきたいと思います。こんな感じで傷を負って火傷したような気持ち悪い感じでジュクジュクした感じ。これをティッシュ1枚と100均のメイクだけで簡単にできちゃうので、そのやり方を説明していきたいと思います。では始めまーす。はい、まず必要なものはこれです。リキッドファンデーション、アイプチ、赤のグロスで、このパレットはちょっと汚くて申し訳ないんですけど、使うものはこの辺の青ですね。腫れたようなあざっぽくしたいので青のアイシャドウと、茶色のアイシャドウ、あんまりラメラメが入ってない方がいいと思います。マットっぽい感じで、これが赤のアイシャドウが欲しかったけど私持ってなかったので、リップとかチークにも使えるちょっとクリームっぽいやつなんですけど、まああるものでやりましょう。赤のアイシャドウ、これ全部ほぼ100均で買ったようなやつなので100均で安くできます。じゃあこの材料でしていきます。あ、最後にティッシュも1枚使います。ティッシュ、はい、これでやっていきます。ではこの辺の腕にばっくりと傷を作っていきたいと思います。でまず必要なものがティッシュですね。ティッシュこれ2枚重なってるので、これを1枚にこうペロペローっと取ってもらって、でこのティッシュを裂きます。でまあ普通の糊でもいいんですけど、アイプチ結構肌にも馴染むししっかりくっつくんでアイプチでいきます。でどれぐらいの傷にしたいか、こういう感じのなんかラグビーボールの細長いような感じに、でこの真ん中が血でジュクジュクみたいな、見えるかな、見えないね、こういう感じでつけます。アイプチを、そしてこの上にさっき切ったティッシュをつけます。こんな感じ。いらないところは切って。こういう感じですね。結構こう、こんなあった方がなんかこう、皮膚がベロッとした感じが出るんで、これはこれで、OK です。で、ここから今度ファンデーションをつけていきます。ではファンデーションをつけていきます。ここに。
染む感じにしていきます。この白いのがなくなるような感じにティッシュの白さが皮膚とちょっとこう馴染むような感じになるまでファンデーションをつけてください。感じに馴染んできました。次はこの辺のアイシャドウを使ってやっていきます。ちょっとここから黙々とやっていきますので見ててくださいね。見えづらいんで今度横でやっていきます。感じにできました。よりぐちゃぐちゃ感を出したいときはグロスを多めに取ってここにつけてあげてちょっとこう垂れてるような感じにするとよりリアル。こんな感じでやってみてください。